こんにちは、のり太郎です。今回は今週末に迫ったセミナーの資料をまとめていましたら、あまりにも日本の現状がひどいので一部皆様と共有したいなと思いまして動画にしました。まずはこちらです。失われた30年と言われた平成の時代の長きにわたるデフレの時代っていうのは去年2023年にもうすでに終わりました。そしてこれからはインフレ、円安、タンス預金のあぶり出し、預金封鎖、財産税、CBDC の導入などに伴う出のみなんかも考えられます。こういうリスクをいかに理解して対策した、もうそういう人しか生き残れない時代になってきました。銀行に預金をしても普通に貯金をしてもですね、インフレが 4% になった今では実質の金利というのはマイナス 4% になっています。これを理解していないだけでも毎年 4% 貧乏になっているのに、それに気づかないっていう人が今の日本では大半です。そしてがむしゃらに働いても実質賃金は毎年マイナス、今年はマイナス 2.5% と、働けば働くだけ貧乏になると、とりあえず定年まで働けば豊かになったという時代っていうのはとうの昔に終わってるのに、それに気づいていないっていう人が大半です。そしてその大きな原因の一つに五公五民と呼ばれる 50.9% という非常に重い国民税負担率、加えて増税メガネ政権による増税ラッシュ、これも選挙に行かないという本当に思考停止でどうしようもない我々日本国民が悪いです。もうこれですね。で、選挙は誰のために行くんですかということです。自分のために行くんじゃなくて、選挙をすることによって自分の子供とか孫の世代、子孫の世代が良くなるために行くんですよ。で、忙しいから子孫がどうなっても知らないというのはもう人間失格と言ってもいいと思います。そんなことではやはりこれらの数字っていうのは今後ますますひどくなると容易に想像できます。それではもう日本国民の奮起っていうのはそもそも期待してもしょうがないので、それに気づいた我々はどうやって対処すべきなのかっていうのが本題です。その答えの一つがコイン投資&プライベートカンパニーを作るということになるかと思います。わかりやすく説明しますと、先ほどのすでに顕在化しているリスクに対して具体的にどうするかと言いますと、まず左側の貯金の実質金利マイナス 4% に対しては、やはりアンティークコイン、モダンコインなどの毎年少なくとも数パーセントから多ければ十数パーセント、もう 100% 以上値上がりしているものもあります。しかも安定して価格が上昇しているという、やはりコインに投資するというのがかなり効果的な方法の一つかなと思います。そして実質賃金マイナス 2.5% に対してはプライベートカンパニーを設立することで、例えば会社と交渉して正社員である身から業務委託契約に変えてもらうなどの雇用形態にすることで節税策っていうのをふんだんに盛り込むことができます。そういうことによって実質賃金っていうのを上げることは容易にできるようになります。そして国民税負担率 50.9% に対してはがっつり税務知識を身につけることによって、場合によっては合法的に無税で生活するということも可能になります。実は今までもこういうことを知っている人は実践していましたが、国民総貧困化になる今ではこれらを知って実践できる人とそうでない人っていう差はやはり天と地ほどに開いていくのは間違いないと思います。5月26日に銀座で
限定20名で行われるリアルセミナーでは、これらの深い話を特別講師を招いて実施いたします。詳細は概要欄に貼っておきますので、そちらでご確認ください。で、空席は残りわずかとなってしまいましたが、まだ間に合いますので、今すぐ公式 LINE 登録をして予約をしていただけたらと思います。公式 LINE はこちらになります。ご視聴ありがとうございました。